まっすぐ行ってアンダーバンダーでもアンダーでも負けちゃうといけないから高いでしょう。どうぞ。
影をお願いしたいと思います。はい、それでは行きます。せーの、よし、
して立ち上がってくるところにそろそろその姿が見えてくる。松山公園がやってきた。さあそして一等最初にフィニッシュを切ったのは1位、それでは森選手にお話伺います。おめでとうございます。YouTuber や。ありがとうございます。YouTuber です。YouTuber 森光。サイクリスト TV っていう昔サイクリストっていうウェブ媒体があったのでインプレッションライダーを動画をやらせてもらってます。うわ素敵。今日でもすごいガッツポーズいい感じで入ってきましたね。そうですね。E3 でちょっと1年間くすぶってて周りから早く上がれるって言われてたので、まあ、ちょっとランニング中心に時間が。とりあえず中でも練習して、あえてかけた結果出したのが良かったかなと思います。これで、次のシーズンはブイブイいっちゃう感じですか？そうですね、まあ、シクロクロスだけじゃなくて、マウンテンバイクのクロスカントリーとか、ENS っていう、まあ、ちょっと別の日ごとるがんなところ。日ごとる早っ。技術を生かしながら、結果出していきたいなと思います。ちょっとなんかシクロクロスもバンバン紹介してガンガン行っちゃってください。そうですね、ちょっと今回も、はい、今カメラ回してるんですけど、はい、編集終わったら上げさせていただきます。よろしくお願いします。はい、おめでとうございます。はい、それでは記念撮影をお願いしたいと思います。いきますよ、せーの。おめでとうございます。カテゴリー3、12歳の皆さんでした。ありがとうございました。